ベルジアンシェパードドッググローネンダールベルジアン、シェパードドッグ,グローネンダールとは、ベルギー原産の牧羊犬種である。ベルジアンシェパードドッグの愛好家などからは単に、グローネンダールと呼ばれることもある。もともとは、ベルジアンシェパードドッグタービュレン、ベルジアンシェパードドッグマリノア、ベルジアンシェパードドッグラケノアと同一犬種と見られ、ベルジアンシェパードドッグとして一から下にまとめられていた。 19世紀になるとこれらの主な死液であった牧羊が機械化されてしまったことにより仕事が減り絶滅の危機に瀕してしまった。そのためこれらを研究、保護するためのプロジェクトが発足し、ベルギー国内のどの地域に何頭のベルジアンシェパードドッグが生き残っているか調査が行われた。この調査の目的はスタンダードの確立 統一を図ることではあったが、地域ごとと4タイプに分化していて、それぞれがはっきりと犬種として認識できるほどの特徴を備えていたため、それぞれ別の犬種クラブが建てられて、ブリーディングが行われるようになった。グローネンダールは、グローネンダール村で多く飼育されていたもので、姿をより美しいものにするため、村一番の美女の肩書きを持つ、グローネンダール上手の愛犬が、犬種改良に、 大いに貢献したと言われている。主に牧羊犬として使われ、羊を誘導する役割を果たしていた。その他の王城の見張りをしたり、物を取ってきて、主人のところへ運ぶのにも使われていた。現在世界的には、ベルジアンシェパードの中で最も人気のある犬種で、絶大な人気を誇りペットや、ドッ区として多く飼育されている。日本でも人気の高い犬種であるが、ここでは、 グローネンダールよりもタービュレンの方が人気である。2009年度の国内登録等数順位は136位中89位と、やや高順位である。あまり、ペットショップには並ばない犬種だが、日本でもブリーダーから入手することが可能である。4歳メスのベルジアングローネンダール美しい漆黒のロングコートを持ったベルジアンシェパードドッグである。体は引き締まっていて、マズルと足が長い。 耳は立ち耳で、尾はふさふさしたタレを。目はやや小さめであるが、目つきは優しい。体高はオス61から66センチメートル、メス56から61センチメートルで、体重は雌雄ともに26キログラム前後の大型犬。性格は少々神経質な面もあるが、愛情深く忠実で物覚えが良い。 小型の犬や猫とはあまり仲良くできないことが多いが、子供の面倒を見ることは好きである。しつけはよく入り、状況判断力も優れている。身体能力は高く、運動量は多い。かかりやすい病気は、アレルギーや股関節形成不全などがある。ありがとうございます。